近くにレーハ反応を検知したわ。ファーストコンタクトを間違わないようにね。君もヨシノンをいじめに来たのかな。ダメだよって、うん？おやおや、誰かと思ったらラッキースケベのお兄さんじゃない。この前神社で会ったヨシノンだよ。お兄さん覚えてないわけ？いやー、しかしラッキースケベのお兄さん、今日は本当に珍しいところで会うね。お兄さんみたいなのは歓迎よ。どうもみんなヨシノンのことを嫌いみたいでさ、こっちに引っ張られて出てくるとすぐチクチク攻撃してくるんだよね。なあ、なんてミステイク。ヨシノンともあろう者が自己紹介を忘れるだなんて。ヨシノンはヨシノンの名、ま、え、かわいいっしょ、かわいいっしょ。でしょ、かわいいっしょ。ヨシノンもこの名前大好きなんだよね。んで、お兄さんはお名前なんてーの？かっこいい名前じゃないの。ま、ヨシノンには勝てないけどね。ちょっと、機嫌の数値が一気に下がっているわ。あなた一体何を言ったの？お兄さんの言ってることがわからないな。ヨシノンはヨシノンだし、腹話術って何のこと？とにかく今は精霊の機嫌を直すのよ。変なことは絶対に口にしないように。でしょ、でしょ。やっぱりヨシノンはお茶目で可愛いって思うでしょ。お兄さんって本当にお茶目さんなんだから。AST がこのショッピングモールを包囲したわ。精霊に逃げられないようにして。そんなの決まりきってるでしょ。デートよ、デートに誘うのよ。見かけによらず大胆に誘ってくれるじゃないの。もちろん OK よ。っていうか、ようやくまともに話せる人に出会えたんだし、ヨシノンからお願いしたいくらいだよ。緊急事態よ。それも多分最強最悪の。今何をしていた？お前の言っていた大事な用途はこの娘と会うことだったのか。あれだけ心配させておいて
ところで女とイチャコラしてるとは。それではなぜキスをしていた。いやーやー、トーカちゃん、君には悪いんだけど、お兄さんは君に飽きちゃったみたいなんだよね。なんだと。お兄さんはトーカちゃんとの約束をすっぽかしてヨシノンのとこに来ちゃったみたいじゃない。これってもう決定的じゃない。いやーね、ごめんね。これもヨシノンが魅力的すぎるのがいけないのよね。だからトーカちゃんを捨ててヨシノンの元に走っちゃったお兄さんを責めることもできないっていうか。うるさい、黙れ黙れ黙れ。ダメなのだ、そんなのはダメなのだ。ダメって言われてもね、トーカちゃんはもういらない子だからね。私はいらない子ではない。それ以上の苦労は許さんぞ。おい、なんとか言ったらどうだ。返して返せ。早くトーカを止めなさい。ヨシノの精神状態まで揺らぎまくりよ。私よりもこの娘の方が大事なのか。